こんにちは、ピアノ屋 .com の宝田です。本日もですね、就業後のピアノ屋 .com といいますか、整備中のピアノ撮っていければいいなと思ってますが、ちょっとまだガランとしてますけれども、実はですね、向かいのね、今ちょっと閉まってますけれども、の倉庫の方で今作業をメインで進めていってまして、こちらのね、作業中のピアノが奥にある1台だけなんですよね。なので、向こうの倉庫の方もちょっと取りたいなとは思ってるんですけれども、まずこちらの倉庫、お取りできればと思います。ここに並んでるのもね、すべてリメイクとか修理で入ってきたピアノ、またうちでご購入が決まったピアノになりまして、随時ね、作業に入っていきますので、こちらの方の動画もですね、お楽しみにお待ちいただければと思います。ちょっと簡単に撮ろうかな。こちらは、河合の背が少し低いタイプですね。で、こちらが、ワグナーだったかな。ワグナーちょっとね、今多く入ってきてるんですけど、こちらがアトラスの猫足の綺麗なタイプでして、その隣がリメイクで入ってきたこれヤマハの U サンダーだと思います。背が高いタイプですね。で、その隣にあるのがこれもヤマハですね。ヤマハの木目のタイプになりまして、結構ねこのなんていうんですか、木目のところがね綺麗でね、これはねちょっと色が違うのはこれはね日焼けなんですよ。なので紫外線に直接当たってしまうとね、こういうここだけ当たったんでしょうね、色が変色してしまいますので、直射日光、紫外線だけは少し気をつけてください。遮光のカーテンとかね、紫外線カットのカーテンとか使っていただくといいと思いますよ。で、その隣がこの間も1回撮ったかな、ワグナーの整備中のもう1台ですね、 W1 という機種になってます。で、その隣がグランド譜面の作業中のピアノ BL71 だったかな、ちょっと鍵盤がないので変な感じですけれども、がありまして、小型のエテルナがあって、スタインリヒ、これもね木目の綺麗なね小型の機種なんですけれども、これもねお届けもうそろそろかな、でやってまして、その隣にこれもリメイクのヤマハの U3 の A だったかな、ちょっと新しめのヤマハの U3 タイプですね。で、この辺りが整備待ちで待ってるんですけれども、こちらで今整備しているのはこの子です。ヤマハのね、こちらも木目。なんかヤマハ多いですね、今ね。珍しいですね。うちヤマハ少ないことが多いんですが。こちらのヤマハとアクションにも書いてます。モデル名が、ここですね。W の 110ABB という機種でして、このね、W が頭につく機種はね、木目なんですよ、大体。ヤマハさん。木目の機種が頭に W が来ます。で、鍵盤を外して今からお掃除とか入る感じですかね。これから整備っていうような感じですけれどもね。で、こんな感じで下のね簡単な掃除は終わってるようです。結構ねここにホコリとかたまるんですけど、でね、これ鍵盤多分調整はね途中まで終わってます。見ていただいたら分かるんですが、鍵盤ってねこの横のこの部分、発鍵の部分なんですけれども、ここね表面だけ貼ってあるんですよね、見たら分かるんですが、で中側はね木でできているもんですから、まあ、できる限りねこの鍵盤を軽くしてタッチを良くするためなんですけれども、この表面だけ貼ってあります。で、ね、皆さん勘違いされてて、この間もねちょっと勘違いされてたのがこのね黒鍵、この黒いところも上だけなんですよ。実はこの上のところだけ、まあ、樹脂というか樹脂製のものもありますし、黒炭ですね、木製のものもあるんですけれどもになってて、ここ貼り付けられてます。ちょっと同じ黒なので分かりにくいんですけれども、下もこの発見と同じ軽い木 のスプルース材でできてます。で、ここのねところ、まあ、スプルースだけではないんですけどね、全部一回スプルースでできたピアノっていうのを見たことありますけれども、あれはすごかったですね。結構大変だと思うんですが、で、この下のところよく見ると木目が見えますよね。こんな感じで、黒く塗ってるんですよね。で、奥の方の境目を見ても塗ってるのが分かりますね。はい、なので下は木でできております。なのでね、古いピアノとか見てみると、こうやってね鍵盤弾いた時にここは白いのが見えるんですけど、ここに手垢がついてちょっと茶色くなってたりとか、ここのね黒が剥げてきてですね、木の色が出てきてたりとかっていう形になってます。で、ここもうちでね塗ったりとか汚れ取り、ここのね赤取りとかもさせてもらいますので、させていただいたらこんな感じで綺麗にね
なってお届けができますので、気になれる方はね、ちょっとねうちのピアノどうだったかなって見ていただくと、どのくらい弾いてはったかとかのね目安になるポイントの一つになってます。こちらもちょっと整備進んだら、お届けできるかと思います。はい、そうしましたらちょっと向かいの倉庫に行きましょうかね。ちょっとぶれますよ、行きましょう。はい、向かいの倉庫にやってきましたけれども、どうでしょうか。作業中のピアノがちょっと今たくさんありますね。今今週はねこちらで作業してるピアノがね多いかなと思います。で、作業中のピアノ、おパーツが一つありました。これいつもながらよく見かける拍子木という鍵盤横のパーツですね。傷の、埋めて直しをしているところです。で、1台ツヤツヤなのがあります。めっちゃ綺麗です。大橋の132型のだいぶ新しい機種で、前回も内部ちょっとお取りしたかなとは思うんですけれども、本当に状態いいんですよこれね。見ていただいたら分かるんですけど、ツヤツヤでしょ。中古で入ってきて磨き直しとかねしても、ここまでねツヤが出るのってなかなかないんですよね。分かりますかね、このこう何ですかね、水が張ってるみたいな、こうぬるっとしたようなこのツヤ感、伝わってるかなこれめっちゃ状態が良くて、ここまでのはねうちでもね本当に年に1台入るかなっていうぐらいですね。ここまで状態がいいのが入るのはね。なのでね、これ買った方ね、かなり、ね、猫足ですしね、いい買い物されたんじゃないかなというふうに思いますね。はい、いい状態で仕上がってます大橋です。で、作業中のピアノが何台かありまして、まずこちらディアパソン 132CE で、ピンの磨きとかはまだかな、まだそうですね。多分ね今こちらは今から内部の方とかやっていく感じだと思います。掃除とかもねまだ入ってませんので。で、外は外されてまして、外装全部外してあって、足元もね奥も全部外してあって、傷の修理はね並行してもう進んでおりますね。このプクッとしてるのが埋めてるところですけれども、傷の修理は進んでおりまして、屋根のところは、お、これ磨きは一旦終わってるのかな、結構ね磨いてるっぽいですね、ツヤは出てますね。でね、ここはね長板がはまってたところです。ここに金属の長板がはまって、前の屋根がねこうはまるんですけれども、そちらの金属も今磨き中かと思います。このような状態です。で、そのお隣、はい、この腕の形で分かる方もいると思うんですけれども、グランド譜面台のタイプですよね。河合の EUS だったかな、 US の 6LE ですね。これもね年式がそこそこ新しくて状態結構良かったんですけれども、これはねもうほとんど仕上がりに近い状態ですね。傷のねチェック、こうやって貼ってるとこね、傷の場所が分からなくならないように貼ってるんですけれども、チェックしてそこの傷直しを残すのみみたいな感じだと思いますね。内部の方もだいぶ綺麗になってますね、いい感じですね。でもちろんピンもツヤが出てますね、いいですね。はい、で、これはナイトーンですね。ナイトーンがついてます。ジャックオンですね。中央のジャックオンのペダルを強化してですね、さらに音量が下がるようにというものがナイトーンになりますけれども、ね、これね、1421枚っていうようなね、作りをしているので、もともとのマフラーのペダルより、だいぶ弾き心地は良くなります。抵抗感がね、少しなくなって、音もクリアになりますので、そういう意味ではね、だいぶ弾きやすくなるんじゃないかなと思いますね。結構おすすめの弱音機ですね。はい、こんな状態です。で、作業中のピアノがまだありまして、これはねちょっと外してチェックしてる途中なんですけれども、これは金属ですね。金属の磨きが一旦終わったような感じでしょうかね。でこれがね屋根のとことか蓋のところのね長板なんですよ。先ほどねここにはまりますよって言ってた長板ですね、がこれになります。大橋のこれも132型ですね。このね大橋ピアノ研究所っていうこのシールが特徴的ですよね。とこの中が赤っていうのもね、大橋さんぐらいだと思うんですけれども、こんな状態で、これはねまだ整備本格的には入ってないですね。あ、でもねこれね結構ね変わったやつで、
大橋はたいはちょっと暗いなっていうね、名前が刻印がね手骨に入っているという時代のものですよね。いいですね。はい、これもね整備進んだらまた撮ろうと思います。で、本格的に手に入れているのが以前も撮りましたシベスターです。シベスターのナンバー52ですけれども、これね、もともとうちで一度手を入れているので状態結構いい状態で戻ってきたんですけれども、まあ、ただね年式的に古いということと長年使っていただきましたので消耗しているところとチェックは必要でしたので、そういったところを重点的にね作業をしております。こんな感じでスピンもねもう一度ザッと汚れ取りするとピカピカですよね。わかりますかね、このツヤ感ね。本来ね一度手を入れてるのでここまでやらなくても全然使えるんですけれども、やっぱりね気になったところはね技術者ですので手を入れたくなってしまうというところもありましてね、結構細かいところまで見て調整をしております。でただねお客様によってはこういう気候には全く関係ないところとか結構こだわりがねあられる方もいらっしゃるんですよ。で調律師にはこうパッとね思いつかないような箇所を気にされる方もねいらっしゃったりとかするので、もしですねここが気になる、例えばこのフェルトの足元のねペダルのところにこれ奥にフェルトがあるんですけれども、フェルトの色が気になるとかですね、この鍵盤の奥のフェルトが気になるとかですね、そういう部分ですとか、まあねちょっとねパッといろいろ思い浮かびはしないんですけれども、気にされる方いるんですよね。あと例えばこの鍵盤のここの丸みがちょっと違うとかね、これは元々のものなんでこちらでどうしようもない部分なんですけれども、まあそういうところとか結構ね、あとこの太さがね太さが違う気がするとかね言われる方いるんですけれども、やっぱり各メーカー等によってねちょっとねこの表面のねこの角の丸みのつけ方、よく見るとね角丸いんですよ。これここもねちょっと丸みがあるように作られてるんですけど、この丸みの付け方とかによってこう幅が広く見えたり狭く見えたりとかっていうこともあるので、まあそういうメーカーの特徴というところもあるんですけれども、まあもしね気になれるとかあったら何でも言ってみてください。でこれはこういうものですよっていうふうにご説明することもあれば、まあそこが気になるのでしたらちょっと重点的にそこを調整しましょうかっていうようなお話になることもあるので、まあ、何でもね言っていただくのが一番かなと思っております。でもう一台作業してまして、河合さんの小型の機種なんですけれども、これが ED だったかな、はい、 ED の 48E というモデルでして、こちらも金属の磨きと鍵盤の調整を進めているところですね。で金属の磨き、あちょうど途中ですね、はい、ここが境目ですね。こんな感じで作業していっております。これもねちょっとこれから本格的な調整に入る感じだと思います。傷はねほとんどないピアノなので、もうほぼほぼ外装は汚れ取りのみになるとは思うんですけれども、作業進んでおります。で、作業中のピアノはそんなものかなと思うんですけれども、あこれねリメイクというかお掃除とお預かりで入ってきたグランドピアノでして、状態ねめっちゃ良かったんですよ。入ってきた時から状態が良かったので、汚れ取りとか最低限のことだけしてお届けしようというような形に決まったピアノですね。すごくね綺麗になってます。こういうところのね汚れ取りはしましたので、やっぱりホコリが取れるだけでね輝きがちょっと輝きすぎて白く飛んでるかもしれませんけれども、こんな感じで、汚れ取りとかお預かりのね整備とかもやっております。でもちろん中の掃除もやってますんで、中も綺麗になっております。はいはい、こんな状態です。そんなものかな、そんなぐらいですかね今の整備の状態は。はい、またねピアノの方完成しましたらご案内させていただきたいと思うんですけれども、結構ねここの整備中のピアノを取ってほしいとかっていうご要望も多かったりするんですけれども、いかんせんねうちそういう写真を撮る専門のものとか作る専門のものっていうのがいないので、作業してるね整備のスタッフが撮ったりとかしてるんですよね。でねご注文がね本当に多くてですね、見ていただいたらね
向こうのピアノにも順番待ちのピアノがありましたけれども、それをねこなしていくのにどうしてもね時間が取れないことっていうのは多くありまして、でお届けに間に合わせるためにはね、運送屋さんがもう今日の昼持っていかないといけないとかっていうこともあるので、そういうものがねやっぱり多くてですね、全てが全て状態とか途中のねこういう動画とかって撮れないこともあるんですけれども、できる限りね時間をつけてこうやって撮っていこうとは思ってますので、ちょっとその点はご了承いただければと思います。長くなりましたけれども、整備中のピアノ、簡単にお撮りさせていただきました。また動画の方撮れればと思いますので楽しみにお待ちください。そうしましたらさようなら。